大阪市立淡路小学校は、大阪府大阪市東淀川区にあった、公立小学校。大阪市立西淡路小学校の学校規模か密日に、伴い、1958年に、同校から分離開校した。西淡路小学校より、校区在住の2から6年生901人が、淡路小学校に移り、また新1年生を迎えて6学年、1024人で、 発足している。地域に14世紀、東魂の来国次が住んでいたという伝承から、刀のように自らを磨き上げてほしいという願いを込めたことや、また児童が木の芽のようにすくすく育ってほしいという願いを込め、交渉は刀と木の芽を図案化したものとなっている。学校敷地は前年の1957年に隣接地に移転した。 大阪市立淡路中学校の旧式地を引き継いで使用している。児童数の減少により、2016年に西淡路小学校と再度統合し、高知を引き継いで大阪市立西淡路小学校となった。2016年3月の平行時、AB 東ヨドガークでは、学校配置の適正化を進めています。大阪市ホームページ、2016年1月7日。 新たな西淡路小学校と淡路中学校の愛称が塚の森学園に決まりました大阪市東淀川区ホームページ2016年1月25日ありがとうございます。